こんにちは、ビブリオクッキングです。今回は作り置きやお弁当などにおすすめのインゲンのごま和えをビブリオで作っていきます。それでは早速作っていきましょう。まずインゲンを水しっかりやってラップでふんわり包んだら500ワットの電子レンジで1分半加熱していきます。そしたらお水、雷ですね。お水の中でラップを外してしばらく水にさらしておきます。こうするとなんか彩りが良くなるらしいです。インゲンといえば筋を取るイメージがあると思うんですけど、今回筋は取りません。というのも最近のインゲンは筋がないらしいんですよね。品種改良によって食べやすくなっているそうです。すごいですね、品種改良って何でもできるんですね。私も最近腰が痛いんで品種改良で直してほしいです。2分くらい浸して水気をしっかり切っておきます。そしたら食べやすい大きさにカットしましょう。そこに砂糖こんくらいと醤油こんくらい、黒ごま、こんくらい加え、しっかり混ぜ合わせます。白ごまの方が彩りがいいんですが、黒ごまが自分賞味期限やばいっすって顔でこっちを見てたんで、今回は黒ごまを使います。インゲンのごま和え完成です。レンジを使ってパパッと簡単に作れました。作り置きやお弁当にぜひ作ってみていかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。すごい雷の音と子供の可愛い声が入り乱れております。うんぱ、うんぱ。